皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一応名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は前回の岡山クレイジーママキングダムの翌日、2023年9月23日に開催されました広島クラブクアトロのお給仕に帰宅してきましたので、その模様をレポートさせていただきたいと思います。初の遠征での2日連続お給仕ということで、なんかふわふわして浮ついたような感じになってました。岡山のホテルでモーニング食べて、10時半ごろ岡山から広島へ移動を開始しました。11時半くらいに広島駅に着きましたが、広島は仕事で何とか来たくらいなので、しっちりはよくわかりません。広島駅周辺って工事中が多いのもあってか、歩くのがなんかめちゃ難しいんですね。なかなか行きたいところに行けない感じでした。でもなんとかホテルに荷物を置きに行って、昼はやっぱりお好み焼きかなと思い、駅に戻ってレストラン街みたいなところにあった福ちゃんとかいうお好み焼き屋さんでお好み焼きにしました。結構並びましたね。私が食べ終わって店を出るときに晩目 T シャツを着てる方が並んでおられたのですが、なんと後で驚くことになります。それで少しブラブラしてホテルにチェックインして、恒例の着替えとスマホの充電をします。今回は17時半開演と早いので、充電もそこそこにクラブクアトロに向かいます。夕方になってついに涼しくなってましたね。パルコの10階にあると知らず少し探してしまいましたが、晩目 T シャツ着た方がいたので、場所を聞いたら親切に教えていただけました。到着したのが16時くらいだったので、物販はほぼ並んでませんでした。恒例のくじ引きましたが、缶バッジ4つということで、まあそんなもんかなという感じでしたが、これで缶バッジとかキーホルダーとかが30枚以上になったんですけど、まだどのパターンも全員揃ってないですよね。まだまだ引かないということですね。それで少ししたら入場待ちになり、スタッフの方が並ばせるために番号を読み上げていきます。今回のチケットは A20 番と奇跡の両番だったので、なぜか並んでる時に誇らしいような申し訳ないような気持ちになりました。それで私の次に並んでいた方がなんとお好み焼き屋で並んでいた方で、お互い挨拶することに。この方にクリアタイプのアクセサリーをいただいたのですが、お互い名前とかは言わなかったので、お給仕終わりの X で同じものをもらった方が提供主を探しているようなポストをされていたのを見て、名前聞いておけばよかったと思うことしきりでした。で、話を戻しまして、今回の広島はピーター・リムさんとかもいらっしゃって、なんか海外のご主人様がすごく多かったように思いますね。で、いよいよ入場となるわけですが、お嬢様エリアも含めて1列20人くらいだったので、さすがに最前列は埋まってました。なので、2列目のど真ん中をキープです。最前列のちょっと私の右側にかなり背の高い人がいたので、少し左に寄りました。なんか入場に少し手間取ってたみたいで、10分ほど遅れて17時40分頃にお給仕スタートです。小鳩さんとさえちゃんを見上げる感じです。大歓声の中、ドミネーションでスタートです。2列目ということである程度覚悟していたのですが、今日は私の周辺は全く圧縮なしで快適でした。で、昨日の岡山に続けてまたあーちゃんと目が合った気がしました。でもみんなを見たいんで、なんかキョロキョロしてる感じになってしまいましたね。次はグローリーですね。今回も10階ということで、下の階もあるわけですが、作りがしっかりしてるので、心置きなく思いっきりジャンプできましたね。あーちゃんが盛り上げるところで、めっちゃ笑顔で手を上げるところがところどころ見れました。あーちゃん見てるだけでもかなり楽しいです。ところで、あるステージライトがつくとめちゃくちゃ熱いということに気づかされましたが、前列にいられることの方が勝りましたね。次はアローンです。音はクアトロの方がいいように思いました。2メロのミンチョのギターとあーちゃんのドラムはやっぱりしびれます。で、また目の前でのミンチョのギターソロです。至高でした。で、次はプレイですね。広島行けるかでスタートです。最初にみんなが前に出てきて演奏してくれるのがめちゃくちゃ盛り上がります。で、小本さんのハンズアップ聴けました。次はシャンブルズです。この曲は聴けば聴くほど好きになっていく私にとってのスルメ曲ですね。もうある意味、テンスアニバーサリーツアーでは定番になってきましたし、やってくれるのが当たり前みたいになってきましたね。ここで最初の MC です。お帰りなさいませ、ご主人様、お嬢様、やってまいりました。久々の広島っぽで始まりですね。岡山に続いて、ケンガンアシュラの話題になりましたが、アニメ見てねということで、結構あっさりめに終わって、皆様準備できてますかっぽで、ようこそバンドメイドのお給仕へで次に行きましたね。岡山が長すぎたので調整してきたのかなと思いました。で、アンフェアゲームです。心の準備できてましたので、最初からノリノリで入りました。それで、ベイドライントロでアイストリシークリベンジです。これも心の準備できてましたので、レイダラをじっくり聴けましたが、めっちゃかっこいいです。この曲はやっぱりミサさん多めに見てしまいますね。次はチューズミーです。こんなん何回聴いてもいいですよね。サイちゃんを見上げる感じのチューズミーは新鮮でした。で、昨日の岡山よりもさらに目の前でのミンチョのギターソロです。素晴らしかったです。で、曲終わりでサイちゃんがはけて小鳩曲になるわけですが、全然聞いたことないイントロです。ひょっとしてと思ったら、やっぱり新小鳩曲です。ブライテストスターという曲で一番星という意味みたいです。一番星のように輝きたいといった感じらしいです。曲はあんまり覚えられてないですが、なんかちょっとひねった感じというか、これまでの小鳩曲とは少し違う、若干ダークでヘビーな感じがしました。すごくいい感じだったのは間違いないですし、絶対好きになりそうな曲でした。興奮冷めやらぬまま From Now On です。後ろから俯瞰して見る From Now On もいいのですが、目の前で見る迫力ある From Now On も最高です。ここで2回目の MC となります。みんなお待ちかねの新小鳩曲の説明となるのですが、小鳩さんは心がざわついてるって言ってまして、2年ぶりの新小鳩曲ということで、久しぶりだとサイちゃんが感慨深げに言ってました。小鳩さんが1サビの入り方を間違えて2サビの入り方にしてしまったとか言ってましたが、世界で初めてやったことになるので、そんなの関係ねえですよね。いや、世界初で聴けたというのはありがたいですね。で、恒例の初めてお給仕に来た人に手を挙げてもらうやつで、今回は結構多かった上に、海外の方も手を挙げていたようで、小鳩さんとさえちゃん喜んでいましたね。で、メンバーみんなが初めましての挨拶をしていくのですが、ミンチョが一緒になかったので遅れて参加してきて、新曲大丈夫でしたかみたいな感じで不安そうな感じだったのですが、さえちゃんが言うには、いつも新曲披露の時はミンチョは震えてるとのことです。で、改めてミンチョがどうでしたかみたいな感じで聞いてきたので、当然会場からは大歓声です。いや、本当にいい曲っぽかったです。それでご当地 T シャツの話になったのですが、さえちゃんは棒読みな感じです。まあ予想通り広島カープカラーだからですね。ツアー T シャツも新色のバーガンディが出たという話をしている時に、海外のご主人様からネイティブの発音で、バーガンディって言われて発音練習してました。で、ご当地 T シャツが可愛い色だということから、金沢の時のピンクの T シャツの話になり、ピンクも買うって言ったから出したんだから、責任取ってソールドアウトしてねと言ってましたね。皆さん買いましょう。その時に、後ろのミサさん、あーちゃん、ミンチョがすごい内股とかガニ股歩きの遊びをしていて、ミンチョの足がつるという一幕があり、小鳩さんがこんな感じで10年やってますみたいなことを言ってました。さえちゃんから、小鳩を受け入れてる時点でもう大丈夫だよねみたいなことを言われていて、まあそう言われると確かにそうかと思ってました。それで小鳩さんの心はプレパラートみたいに繊細だという話になって、少しプレパラートを知ってる知らないみたいな話があって、さえちゃんからいやいやシャンブルズのジャケすごいじゃんっていじられてたのですが、ここであーちゃんもひらめきがすごいという話になって、あーちゃんが座っている姿勢で右足上げて見せてくれようとしたのですが、なんとそれであーちゃんも足がつるという事態になってしまいました。小鳩さんから演奏関係ないところで2人も足つるってどういうことみたいに呆れられてましたね。いや、こういうところが晩明ですね。最高です。で、さえちゃんの後半戦行こうかみたいな煽りで次のセクションになります。まずはアンリッシュです。さえちゃんの全力で歌う姿がめちゃくちゃかっこいいのと、ミサさんのベースラインもいいですし、足つったのに前に出てきてギターソロやってくれたミンチョも堪能できました。それで次が火花ですね。岡山では驚きましたが、今回は最初からノリノリでいけました。火花もかっこいい曲ですよね。小鳩さんのシャウトを真下から見れました。で、次がなんとモラトリアムです。このイントロと、小鳩さんの実は今でも何て言ってるかわからないんですけど、あのささやきで最高に気分を上げてくれます。Take of your mindですかね。知ってる方いれば教えていただきたいです。モラトリアムは日本では関西ラウンドでやって以来です。会場大盛り上がりでした。モラトリアムやられるともう声出す体力なくなります。それで次がメモラブルです。体力なくなった状態なので、サイちゃんのボーカルが心にしみる感じで癒してくれます。次がミラージュです。デイドリーミングの代わりという感じですが、ミラージュもいいんですよね。暑い会場になんか爽やかな風が吹く感じで、お給仕後半にちょうどいい感じがします。で、岡山に続いてマッチレスガンもやってくれました。さえちゃんの体を反らしての眠れないを本当に間近で見れました。私的にはこの曲のミンチョのリフがめっちゃ好きなんですよね。アンフェアゲームにマッチレスガムやってくれたっていうことは、なんとなくで何の根拠もないのですが、どこかでハイド&シークもやってくれるのではと期待してしまいました。それで次がダイスです。今回は下から見上げる感じだったので、サイちゃんの煽りがひときわ強力に感じました。お給仕でのダイスはシンガロングもあっていつも楽しいです。それで恒例のドラムソロつなぎでヘイトとなりますが、昨日の岡山ではミサさんが小田さんのマイクスタンドを倒すというハプニングがありましたが、今回も事件が起きました。ギターバトル始まりでミサさんのベースソロの時に、なんかミンチョがミサさんの方に寄っていったので何するのかなと見ていたら、なんとミサさんのスーパードライをグビグビ飲んで前に出てきてギターソロです。ミンチョ覚醒です。小本さんとサイちゃんもこの場面を見ていてびっくりしていた顔をしているのもバッチリ見れました。覚醒したミンチョのソロはすごかったですね。いや、貴重なものを見れました。それで最後の MC となります。当然ミンチョ覚醒の話からになります。ミンチョは姿を消してましたね。ミンチョ覚醒は3回目とのことでした。で、覚醒とかあるのでバンドメイド辞典作ればみたいな話になったのですが、メイド辞典とかコバト語辞典みたいになってしまうのでダメかって感じになりました。それであーちゃんがラーメンの話とかした時にマイクなしでみんなに聞こえてたので、あーちゃんはマイクなしでいけるみたいなことになって、あーちゃんが PA のフックン私もうマイクいりませんみたいなことを言ったので、また PA のフックンに視線が集まって注目されて嫌でしょうフックンみたいなさえちゃんのいじりが入りました。最初の海外遠征からの付き合いとのことでしたね。バンドメイドってメンバーだけじゃなくてスタッフさんとも仲いいんですよね。そうこうしているうちにいつの間にかミンチョがドラムの椅子に座ってました。全然気づきませんでした。ミンチョの不思議ちゃんキャラが存分に出てましたね。それで10thアニバーサリーツアーもあと2ヶ月という話になって、長いような短いような感じだと言ってましたね。確かにです。横ありでは全員覚醒するかもって言ってました。みんなベロベロで演奏するのって感じで、それは嫌だとなりましたね。それでいよいよおまじないタイムです。萌え萌えってやり始めますが、後ろでは他メンバーがスマホで写真撮ったりしていて、小畑さんが注意していると、昨日の岡山のミサさんではなく、今回はミンチョが萌え萌えって言って、会場から萌え萌えって返すという感じになり、小畑さんが撮らないでみたいな感じで怒ってましたね。で、サイちゃんがもやもやキュンキュンの出来をドラムで採点してくれるという一幕もあり、小畑さんが意地悪でカープって言ったので、サイちゃんは不満げにバスドラを鳴らすみたいな感じになりました。で、半身ということで、サイちゃんの機嫌を直して、もやもやキュンキュンに戻ります。メイド喫茶でもこんなに全力でもやもやって言えないよってことで、ここでしか味わえないよみたいなことを言ってました。なるほどです。で、お嬢様だけのもえもえもやって満足しながら続けていって、最後はバーンメーで締めて、ズッキュンバッキュンドッキュンでクルッポーだったような気がしますが、実はよく聞こえずでした。それで最終セクションに入ります。最終セクションの開始がなんとブラックホールです。これはびっくりしました。この後半に 220bpm を持ってくるとはすごいですよね。ここはあーちゃん見てしまいましたね。まさにゴリラな感じでした。いや、すみません。それでフリーダムです。もう会場は最高潮ですね。なんでしょうね、この実家に帰ってきたようなホーム感。演奏も歌もこなれて、のびのびやってる風に見えるからかもしれません。バンドメイドの給仕に来てるんだなって感じます。それでエンドレスストーリーです。モラトリアムもそうでしたが、声を出す体力が限界になります。声出すのって体力いりますよね。サイちゃんすごいなと改めて思います。みんな声出てたので、今回もサイちゃんのありがとういただきました。それで定位置となったスクリーミングです。よく考えたら最後半にこれやるってミンチョ指つかれないのかなと思ってしまいます。それで最後はノーゴッドですね。いつも通り最後の体力に飛び跳ねて声出して燃え尽きます。お給仕終わりで今回は珍しくあーちゃんがスティックを投げてくれてましたね。目をつむって投げるのですが、めちゃくちゃ後ろまで投げたので全然取れる感じじゃなかったです。後で X 見たら X でよく見るパルポメタルさんがゲットしたみたいですね。羨ましいです。今回は2列目のど真ん中ということで、あーちゃんも含めてみんなを間近に見ることができたわけで、近くなればなるほど改めてみんなが可愛いし綺麗だということが再認識できました。今更ですが、演奏もめちゃくちゃ上手くて曲作りの才能もものすごいのに、みんなビジュアルも最高って、これもうチートですよね。とにかく最高に楽しかったお給仕でした。2日連続ということで腰も足もガクガクでしたが、楽しさの方が思いっきり勝ちましたね。恒例のさいちゃんのポストは久しぶりに来れて嬉しかったよ。大合唱最高でした。外は涼しくなってきたけど会場は熱気ムンムンでしたね。ああ楽しかった。私がいたのは広島なのに阪神優勝をお祝いしてくれて嬉しかった。みんな優しいね。広島好きでした。いつもより長めですね。会場からの帰りは少し寒いくらいで、やっと夏が終わったのかなと感じながらホテルに戻り、ホテルの露天風呂で考えに浸りながら、この2日間の心地よい疲れを癒しまして、私の山陽ラウンドお給仕を満喫して終えました。やっぱりバンドメイドのお給仕は楽しすぎますね。次は四国ラウンドです。ということで今回は以上です。それではまた次回。